どうも、マリです。今日はですね、ちょっと熱帯魚屋さんに行ってきまして、とある魚を一匹買ってきました。それがこちら、じゃん。そう、ピラルクですね。まだ20センチくらいのベビー。以前もね、このピラルクをベビーから育てて、もともと手放す予定だったんですけども、一匹だけ残して育てて、10ヶ月でこの通り40センチくらいまで成長させて、2年でうちの魚の誰よりも大きく、ニジマスなんかも丸飲みできるぐらい120センチまで成長してくれていました。そろそろこの水槽も狭くなってきたから、もっと大きな水槽を用意しようということで、80万円出して FRP で全面強化ガラスの460センチ水槽を購入したら、その水槽が届く前日にね、飛び出しでピラルクが死んでしまいました。で、この後新しくピラルクを飼育するかとか悩んだんですけども、また飼育することを決めて、まず巨大水槽を設置するための台を作ろうということで、もう90万円かけて重量機械を設置する業者さんにお願いして、鉄骨で10トン以上耐えられる台を作っていただきまして、重機とか機械が入れない場所に設置するってことで、仲間集めてみんなで運んでもらって、合計170万円かけて巨大水槽を設置しました。そしてピラルクを二度と取り出させないように、ピラルクのパワーにも耐えられる、頑丈でありながらパワーを逃がす柔軟性も兼ね備えているゴルフネットで網を作って、ピラルクをお迎えする準備が万端というところで、満を持して新しいピラルクをお迎えしております。早速こちらをね、水槽に入れていきましょう。この水槽の中に袋を浮かべて、まず水温を合わせていきます。水温合わせができてきたら、この袋の中に水槽の中の水を入れて、水質に合わせる水合わせを行っていきます。またしばらくして水合わせも終わったと思うので、水槽内に解き放ちます。薄い色で綺麗なピラルクですよね。さあ、ここが君の新しいお家だよ。はい、水槽に入りました。こちら以前俺がね、飼育していたとっても赤いピラルクと同じ産地のマラジョウ産というピラルクですね。ブラジルのね、マラジョウ島っていうところでブリードされてるピラルクは、マラジョウピラルクとか言われたりして、すごい赤みが強くなるらしいんですよね。この子もまだね、ちっちゃいんであんまり赤色が見えづらいかもしれないですけども、よく見るとね、この大きさにしてはだいぶ赤が出てます。これからどんどん成長に伴って赤みが増していくことでしょう。まだ20センチもないぐらいかな、のちっちゃなサイズですけども、ピラルク成長早いんで、これからバンバン餌を与えていけばすぐに大きくなってくれると思います。今はね、この90センチ×45センチの水槽で飼育をしていますが、大きくなってきたら120とか180とか、ゆくゆくあの450センチの水槽で飼育をしたいと思います。早速ちょっとね、餌を与えてみます。早速って言っても、もううちに来てから4日ぐらい経ってるんですけども、ペットショップではね、乙姫っていう鎮光性の人工飼料を与えてるということだったんですけども、うちではこのね、光クレスト、キャット、恐竜さんから出している平成の肉食用の人工飼料を与えます。お、来た。お、食べた食べた。一気に2つ食べたぞ。いい子だ。でピラルクの赤にこだわる人は、もう恐竜さんの方で出してるなんか鯉とかの赤い色を強くする色揚げ用の餌を与えてる人もいるらしくて、うちもうちょっとなんか大きくなってね、食が太くなってきたら、そういう飼い方してみても面白いかなと思いますね。もう見てわかる通り、ピラルクって結構ベビーのうちはビビリで、こうやって水槽の隅っこにいるんですよね。以前飼ってた個体も10匹まとめて飼ってたんですけど、10匹みんな水槽の隅っこに基本的にいました。複数匹でいてもビビリなんで、1匹だともっとビビリになっちゃってますよね。餌を入れてもちょっとなんかビビりながらもね、水槽の前の方に来て食べましたけど、今俺がいるからか、ちょっと緊張しちゃってあんまり餌を食べれてないです。バクバク食いまくるっていう感じではないですね。体の成長に伴ってどんどんと気も大きくなってくると思いますんで、これからも成長に期待ですね。前回のピラルクをお迎えした時の動画はこちらですね。10匹群れになってます。今回お迎えしたピラルクよりはちょっと大きい感じですね。おそらく20センチは超えてるぐらいのサイズ。赤みもやっぱり今回のピラルクより出てきてます。以前のピラルクもやっぱり餌を入れたらまず逃げますからね。逃げて隅っこの方に固まって、しばらく時間経ってからちょっとずつなんか恐る恐る食べに来るみたいな感じでしたね。前回は浮上性のカーニバルをあげてました。1匹食べ始めるとみんな、あ、
大丈夫なのかなみたいな感じで食べに来る。かなりビビりだってことが分かると思います。前はね、あの450センチの水槽にどこから大きめのピラルク引き取るか買ってきて飼育しようかなと思ってたんですけども、なかなか今なんか大きめのピラルクが売られてる場所がなくて、ジモティに150センチくらいのピラルク引き取ってくれませんかみたいな投稿あったんですけども、連絡しても返事がなかったんで、その諦めまして、じゃあもうベビーから育てようと思ってたところで、タイミングよくね、このマラジョーさんの赤いピラルクってめったに入んないんですよ。今も多分入ってるところ1個2個ぐらいしか、俺が今回買い物をさせてもらったショップさんしかないんじゃないかな。そのお店がね、 SNS も全然やってなくて、もう告知してないもんで、多分ねこのマラジョーさんのピラルクが入ってるってことも知ってる人少ないと思うんですけども、たまたま俺はねピラルクを探してるっていう風に YouTube の動画で公開してたんで、コメント欄の方であそこにマラジョーさんのピラルク入ってますよって情報をいただきまして、購入することができました。いや、やっててよかったね。 YouTube しばらくは生き餌漬けにしてもいいかもしれないですね。大量の生き餌をもう水槽の中に常に入れておくことを生き餌漬けって言うんですけども、このサイズだったらまだね金魚すら食べれないかもしれないんで、メダカかな。まだ小さいですけど、やっぱうっすら鱗とかメタリックな感じしてかっこいいですね。美しい。ほらこのメタリック、これが成長に伴ってもうちょっと色も濃くなってきてね、緑色が強くなってくると非常に綺麗な緑色のメタリックになるんで、それがまた楽しみなんですよね。そしてその緑の中に入る赤色、これからの成長が楽しみです。おお、食べた。ちゃんと全部食べてくれました。もともとね、以前飼っていたピラルクの兄弟を自分の知り合いに渡していたので、その兄弟を一匹なんか戻してもらうというか、譲っていただこうかなみたいな思ってたんですけども、俺がその巨大水槽を設置するまでの間に育ちすぎちゃって、今もう170センチとか一匹あるらしくて、そのサイズになるとちょっと運べないんですよね。150センチぐらいまであったらギリギリ人間のパワーでも制御できて、毛布とかでくるんで運ぶこともできなくはないんですけども、170センチとかなってくると太さがまた段違いに太くなってきちゃって、パワーが本当にもう下手したら人が死ぬかもしれないぐらいの、死ななくても、ね、骨折とか大怪我してしまうぐらいのパワーを持ってしまうようになるらしいので、ちょっと移動できないということで、そちらからお迎えすることもなくなり、この新たなピラルクをお迎えすることになりました。という感じで今回はまたピラルクのベビーをお迎えいたしましたという動画でございました。また今後もね、こちらのピラルクの成長記録動画にしていきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。